峰岸さんはどこに行ったのか。こんばんは、ニュースの時間です。タレントの峯岸みなみさんが記者会見を開き、突然報道陣の前に頭を丸めた姿を見せました。私は三蔵法師になるといった趣旨の発言もあり、周囲には混乱が広がっています。腹をくくり、何かを覚悟したかのような鋭い眼差しで鏡を見つめるのはタレントの峯岸みなみさん。記者会見の準備も整っています。峯岸さんが力強い一言を発した次の瞬間、なんと後ろにいた美容師が次々に峯岸さんの髪にハサミを入れていきます。新時代の三蔵法師になるという発言には記者団も驚きを隠せません。すみません、間に合わないのでもう行きますね。なんか怖いな。峯岸さんは一体どこにいるんでしょうか。ということなんですが、現場の記者から追加で映像が届いています。こちらをご覧ください。今から嘘をついた者には厳しい罰を受けてもらいます。ログインするだけで3000円ガチャ無料。実際のゲーム画面と広告が全く一緒です。毎日10連ガチャがもらえます。本当です。三蔵法師は嘘つかない、マジで。毎日無料10連でシルクロードの旅へ、レッツ西遊。峯岸みなみさんが頭を丸めたということで、かなりドキドキしていたんですが、そういうことだったんですね。動画にもありましたが、10連ガチャが一生無料ということで、私も早速遊んでいきたいと思います。さあ、ということで実際に悠々西遊のゲームやっていきたいと思います。まあこんな感じでね、ストーリーがメインなので、今、自分が使ってるキャラたちが、このメイン画面にいるような形になっております。まあ基本的にはストーリーを追いながら、こうやって戦いを、していくようなものになっています。今ちょっと私有環境なので、ところどころね、本編と違うところがあるかもしれませんが、ご了承いただければと思います。じゃあもう早速戦っていきたいと思います。こうやって単性で、まあ、戦っていくような形になります。この左の6体が、僕が持っている、ものになっています。結構圧勝だな。結構ね、キャラクターがね、いいですね。なんかやっぱり、中華的な西遊記なんで要素があるんですけど、まあ、日本的なね、可愛らしさもあるという形になっております。お、ディラストもゲットしました。で、こうやってアイテムがゲットできます。で、妖魔。まあね、西遊記なんで、これちょっと、空というね、名前ですけど、孫悟空の、オマージュというかね、だと思います。ちょっとこれはもう早めに、やっていきましょうか。スピード重視で。まあ多分この辺のね、雑魚敵は楽勝だと思うんですけど、この後ですね、コウモリの、目妖ですかね、これ。まあ、西遊記なんでやっぱ妖怪なんですよね、相手がね。で、こっちなんか超八怪の象版みたいなとこいますけど、結構動物とかもね、たくさんいて、キャラクターに。いい感じになってます。で、今度はこの敵と戦います。いや、だいぶ余裕ですね、まだ序盤なんで。まあ、だんだんね、こう難しい敵が出てくると思うんですけど。山盛りの。怪物の回って書いてなんだっけこれ、もののけじゃなくてなんかそういうあれですよね。はいはいはい。ちょっと、楽勝すぎますね、まだね。最初なんでね。あ、牛魔王。これは西遊記ならね。西遊記知ってる人なら。牛魔王だいぶイケメンだな。もっといかついイメージですけどね。牛魔王と戦えない。口角寺、なんか子供みたいに出てきた。こういうのいるんですかね。西遊記に。西遊記もね、そんなになんか、詳しくはないというか、ほんと絵本で読んだぐらいだもんな。あ、お父さん、牛魔王の息子なのか、これ。牛魔王来た。牛魔王の息子か、さっきの。あ、牛魔王もでも、あ、息子と共闘してるが、息子を倒して、まあ、割と一瞬でしたね。瞬殺でしたね。
あ、さっきの子供。これお母さんかな？なんで、関西弁ならこの人、冷める前に飲むんやっていう。あ、青獅子。まだいますね。あ、ちょっと同じようなパーティーですね。向こうの、このゾウさんが。ただ、こっちの方が全然強い感じで、多分、そんなに苦労はしないですね。青獅子さんも倒しましたと。だいぶサクサクいってるのが気持ちいいですね。あ、で、こんな宝箱いっぱいもらえると。まあ、こんな感じで、冒険はね、こうやってどん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 戦っていく。でもこれね、多分ね、この精鋭っていうエリートモードみたいにするとめちゃくちゃ難しいんですよね。報酬が高いけど、敵がね、どんどん強くなるんですよね。で、今結構いろいろゲットできたんですけど、ここから装備をね、こうやって着させてあげて、まあ、どんどん、戦闘力がね、増していくという感じになってます。で、レベルもね、今ゲットした経験値のアイテムを使うと、まあ、上げると。まあ、育成要素がね、あるという感じになってます。で、どんどんこう、なんだろうな。ステータスが上がって、戦いが楽になるというところ。あと、この屋敷っていうのがあって、結構自分好みにこうやって、なんかね、着せ替えみたいなのができるんですよね。で、それ実際なんかね、編成とか攻撃力にも影響してて。で、これがね、結構中華風でね、なんかね、新鮮なんですよね。なんか良くないですか？あんまりこう、ね、見ることがない感じなんで。で、いろいろ置いていくと自分のステータスも変わっていくというのも結構ね、いろんなベッドとか、キャビネットとか置いてるんですけど、こんな感じで。まあ、こういう要素も楽しみながら遊ぶことができます。あ、あれ、ツルがもういてくれるの？ペット的な？だからね、結構敵でね、ツルが出て、あ、ほんとツルが。なるほど、なるほど。酸水画もせっかくなんで置きましょうか。盆栽。あ、盆栽が、今石がなくなっちゃったんだですね。まあ、という感じになっております。で、ここに行くとね、今ちょっと足りないんですけど、1日無料のね、ガチャも引けますし、これ実際引けますかね。キャラがね、やっぱすごくいいので、これ今単体ですけど、こうやって、運がいいと、まあ、レア度高いね、SSR とか。キャラね、良くないですか？なんか、ほんと、しかもめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。まあ、という感じで、皆さんもぜひね、遊んでいただければなというふうに思います。まあね、10連ガチャが、無料ということで、毎日無料ということで、まあ、キャラはどんどん集まると思いますんで、それね、皆さんも楽しんでください。悠々左右いかがだったでしょうか。10連ガチャがね、一生無料ということで、こちらフォーブスという国際機関にも10連ガチャを配布した無料期間が一番、世界で一番長いということで認証もされているということです。悠々左右、皆さんもダウンロードして遊んでみてください。今夜のニュースは以上です。